バルディビア地震は1575年にチリ南部バルディビア沖で発生した巨大地震である。1575年12月16日14時30分頃に南39.8度、成型73.2度付近のペルーチリ海溝沿いで巨大地震が発生した。マグニチュードは表面波マグニチュード尺度で M8.5 と見積もられているが記録の限られた。 歴史自身であり、その値は不確定的なものである。北はコンセプシオンから南はカストロまでの広い範囲で揺れの記録が確認され、インペリアルおよびバルディビアでは大津波の記録、コンセプシオンおよびカストロでは津波の記録が確認される。また、インペリアル、バルディビアおよびカストロで海岸沈行の記録がある。バルディビアでは津波によって100人が死亡し、 地割れが発生し、地滑りによる天然ダムが翌年4月に決壊して、インディオラ1200人が死亡したとされる。余震は40日続いたと記録されている。この地域では他に1737年、1837年、及び1960年のチリ地震と巨大地震の記録があり、これらのうち1737年の地震、 津波の記録は他にしてそれほど顕著でなく、1837年の地震はかなり顕著で津波が日本まで襲来した記録もあるが、1575年や1960年の地震に比して、地殻変動の記録が南部に限られるなど、やや及ばない規模であったと推定される。これに対し1575年の地震は、 モーメントマグニチュード MW9.5 であった1960年の地震とほぼ同規模と考えられ、当時入植が行われていなかった地域における記録の欠損はあるものの、存在する記録を見る限りでは1960年の地震とほぼ同様の揺れ、津波及び地殻変動があったことが伺われる。またマウジン川川口付近の地質調査が行われ、 トレンチ調査から1960年地理地震、1575年前後、1280から1390年頃、1020から1180年頃、430から660年頃、紀元前80紀元二220年頃の津波堆積物及び人口の痕跡が確認された。百三十七年や百三十七年の地震の痕跡は認められず、 特に巨大な地震のみが痕跡を残したと考えられ、その間隔は約300年程度と推定された。立ち枯れ木の調査からも、年輪から1837年及び1737年、以前から地震後にかけても生育していたと考えられる。樹木が発見され、これらの地震は1960年の地震ほどの地盤の沈降はなかったものと推定されている。 1837年の地震から123年後に発生した1960年チリ地震の20の30メートルに及ぶ断層滑りは、この付近のプレート境界の相対速度である年間8.3センチメートルから約250から350年間のプレート間の歪みの蓄積に相当し説明することができない。しかし、 特に巨大な地震が平均して300年間隔で発生しているとする調査事実は、プレートの沈み込み速度から計算される間隔と矛盾しない。チリのカトリカ大学教授のマルセロ・ラゴスは、この地震によるジスベリア島を発見し、その規模は1960年のチリ地震の4倍に達していた。ラゴスは、この地震が史上最大規模の地震だったと考えている。 ありがとうございます。